ダンタダンタンタン。はい、どうもラウンドでございます。先日ちょっとお土産でっていうか買ってきたちょっとねぶどう、せっかくなので食べてみようかと思って、どっちが食べようかな、まあ、2つしか買ってないんですけどね、ぶどうはこれもう袋は豪華やねんですよ。これこちら、これね先日道の駅ウキハで買ったものです。福岡ですね、生産者が佐々木まさるでいいのかな、で名称巨峰、1.2 キロということでございます。まあ、これを見ればね、誰から買ったかっていうのが分かるって感じです。2つ目のぶどう、これも同じ道の駅ウキハですが、生産者は佐々木直美さんということで、品種っていうのかなは、ピオーネ種なしということです。370g500円、ちょっとこっちの方が高いんだね。ぶどうはですね、好きでたまに食べてるぐらいで、まあ、こんなしかもねいいのは食べたことないと思うんですよ。袋がめっちゃ豪華だからこんな入ってる見たことないよ。箱入りみたいのもあったんだけど、もうちょっと多いやつで、でもそれ誰かが買ってたんだけど、このウキハの道の駅を回ったらね、よく分かんなかった。これ、おお、こういう感じか。はい。ちょっとね、あんまり傾けれないんだけど、これなんか白いのは確かあんまり触らない方がいいと思うんですけど、こういう感じ。上がこういう感じで入ってる。下、まあ、でけえぞ、これ。上はこんな感じで、こう包まれてて、こういう感じ。3房 ?3 つあるのか。これを2つ目ね。こんな感じ。完全にこれは、下が抜けてるか。もうそのまんまだね。で、もう1個。もう1個もこんな感じ。これで3つ入ってるって感じです。食べても3つは食べないんで、入れときましょう。ということで、巨峰。これ絶対うまいだろ、これ。ということでね、食べていきたいと思います。皮と種が出るので、ちょっと袋に入れていこうかなっていう感じです。いや、これマジでかいよ。これでかくないですか、ほら。自分親指結構っていうか、手自体でかいんですけど、それ、親指の爪よりも全然でかいです。この大きさですからね、1個が。うわ、でか。これは、美味しそうですね。ということで、いただいてみます。いただきます。甘っ。あのね、身はそれ甘いって、それは当たり前かもしれないけど、なんか皮の、なんだろう、この内側、この皮の、まあ、外側、まあ、皮は食べてないんだけど、この皮の内側が甘いって感じ。うん。うん。種がね、1個から3個入ってるっぽいですね。今3個入ってました。やば、これね、甘いのと果汁がすげえ。うん。やっぱそう、皮の内側部分っていうのかな、身をちょうど守ってる部分のとこが一番甘い気がしますね。うん、甘い。めっちゃ甘い。巨峰だからかな、もう皮がね、やっぱ皮の厚みもちょっとあって甘いんだけど、なんだろう、なんていうのかな、若干こう微妙な渋みっていうのかな、これ皮の渋み的な感じかもしれないけど、だから甘すぎずちょうどいい、甘いんだけど甘すぎずって感じ。うん、なんか普通のブドウと全然なんか違うんだよな。甘みかな、甘いんですよ。巨峰ね、まあ、多分全国でも有名だね、巨峰は。あとこれピオーネ、これね、ウキハの道の駅で買うときに他にもね、あと3種類あったんですよ。一番多かったのは時にこの巨峰ですね。もういろんな生産者の人たちのやつが並んでました。で、その次の多かったのはこのピオーネ。ピオーネ。これはやっぱ巨峰よりも全体的にちょっと若干高い感じで。種ありでもなしでも、ちょっと高い感じでした。なんとなくね、ちょっと違う種類もと思っ
かっていうのあとになんかブラックなんとかとかなんかね緑色のなんかやつとかあったんですけどあんまり置いてなかったですね。一番もう間違って定番なのが巨峰。巨峰もね多分これ高い方なんですよ。おーこれこれまあまあだな。こちらがねピオーネでございます。白い粉みたいのがいっぱいまだついてますね。これ確かなんかで重要だったような気がするけど、ではいただいてみましょう。おお、なんだろうこの身を取るときすら硬いんだけど。それではね、いただきます。こっちの方が皮が薄くて若干酸味っぽいのかな。やばい、これこっちの方がうまいな。こっちもうまいぞ。これ好みだな。どうだろう、ピオーネの方あ糖度としては食べた感じ多分微妙にこっちの方が甘いのかな。で微妙に酸味がある感じが好みは俺こっちの方が好きかもしれない。これはいいな、どっちも。でも平成甘さで言ったらこっちの方が甘いわ。うん、でもこっちなんか違う甘さなんだよね。なんか同じブドウなんだけどやっぱ違うんだなって感じ。うん、甘さだけで言うとこっちで癖もないって感じ。このピオーネの方はそのこっちよりあ糖度としてあんま変わんないですよ。多分こっちが13とこっち 12.5 とか、いや分かんない、正確には分かんないけど、なんか微妙にこっちのが抑えられてる感じがして、酸味が微妙にこっちの酸味があるんで、これはこれで美味しいんですよ。で果肉がこっち柔らかいですけど、こっちもうちょっとしっかりしてるみたいな感じで、種がないんで食べやすい。ピオーネは確かに種ありと種なしと結構どっちも同じぐらい売ってたのかな。自分が行った時は種なしの方が多かった気がするぐらいかな。やっぱ酸味があるんで、なんかブドウっぽい味で言うとこっちかな。よくね、ブドウジュースみたいなのあるじゃないですか。それはこっちに近い感じ。例えるならよ、例えるなら。まあいろいろ言ってるけど、どっちもうまい。どっちも美味しいです。どっちも買ってよかったかなと思う、これ。はい、ということで。まあまあ一人で黙々食べましたね。こっちもだってもう半分弱ぐらいと、こっちなんかもうほとんどないですからね。これはうまいわ。まあどっちが、まあ、自分の場合ね、どっちが好みかって言われるとピオーネの方が好きですね。巨峰がダメとかじゃないんですよ。巨峰で呼び方ってるよね、今更だけど。ダメとかじゃないんだけど好みなんですよ。こっちはこっちで、なんだろう、身の柔らかさとかの 甘さのなんか味が違うんですよね。こっちはなんかなんだ、ジュースっぽい味に近い。こう例えが難しいですね。ブドウの味だったら両方同じになっちゃうし、こっちはそのブドウジュースとかファンタとかの味に近い感じね。こっちはまたなんか巨峰って違うんだよね。自分いつもな何食べてたかな、何も気にせずブドウっていうのをたまに買って食べたんですよ。だけどなんだろうな、なんてことで美味しい、少なくとも美味しいんだけど、味の例えようが難しいっていうだけです。すいません、食レポが下手くそで例えがちょっと難しすぎて。ということで、こんなところでいかがでしょうか。道の駅の、ウキハで買ったんですけど、今がねちょうどブドウ旬みたいなので本当にいっぱいあったんですよ。いっぱい、どれぐらいで、生産者の人の名前で言うと多分20人ぐらいとかそれぐらいあったと思います。もう上の段にあって、また下の段にあって、2段式であって、ずらっと並んでるのに、さらになんか違う列にもこうあってあったから20人以上かもしれない。あのカゴだけで多分40箱ぐらいあったのかな。それにこうやってこれがこう入れられてたみたいな。写真撮っていくよかったですね。
本当めちゃくちゃあったんですよ。場所がですね、この浮橋っていうのが、まあ自分は通りすがりにたまたま寄っただけなんですけど、まあ、福岡と日田のちょうど中間まではないけど、日田からもう福岡に入ってすぐちょっと走ったところぐらいな感じにありました。帰りに乗ったんで浮橋からすぐ大分県日田市に入ったっていう感じです。まあ、近くにね寄った際はぜひね寄ってみてください。今が旬、まさに今が旬のブドウの、レポートなのかなそんな感じでございます。これはね、黙ってたら全部食うねっていうぐらい、ちょっと残したかないと悪いんで、そもそもうちの親もブドウ好きなんで、そのためにちょっと買って帰ったんで、まあまあ2房ありますから、とりあえずね今日は自分はこれだけ最後食べてしまおうかと思っております。はい、ぜひですねこの道の駅うきはの近くに行った際は、ちょっとぶらりと寄ってみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。じゃあね、いつもご覧いただきありがとうございます。まだチャンネル登録をお済みでない方はこちらのボタンよりチャンネル登録をお願いします。スマホで見ている方は下のチャンネル登録より登録をお願いします。